はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日何の話をしていくかと言いますと、 5.5 周年バルセロナ全選手当たりランキング解説させていただきたいと思います。今回のバルセロナガチャでは前半でバルサ選手が合計10人ですね。まあ、ロナウジーニョフリースキルと通常版でそれぞれ、まあ、2人っていうカウントになりますが10人来ていて、そこに対してですね追撃で5人増えてます。ビジャ、ガビ、ロメウ、デブール、シュテーゲンね。こちらの選手たち、まあ、合計15人のバルサ選手がいるわけですけれども、まあ、この9選手を除いた15人の当たりのねランキングを解説させていただいて、でその当たりランキングを考えた後でですね、じゃあ今引くならこれどっち引いた方がええのって話をしていけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。でただ15人って言ったんですけど、正直ね下の方の選手ってまあいいんじゃね話さなくてって選手がいます。例えば新選手で言ったらオリオル・ロメウとかね、正直今回の中では一つ頭抜けて優先度が低いですよね。でシャビロナウジーニョの方ではハフィーニャだとか、あとはちょっと言い方悪いですけどデヨングも個人的には優先度低いと思ってます。1万3000のデヨング、ちょっとここら辺の選手をね一人一人言っていったらキリがないので、合計10位から見ていきたいなと思っております。はい。で9というか前半からはレバンドフスキー、2人のロナウジーニョ、シャビ、バルデ組んでこの6人です。で新ガチャ第2弾の方でいくと、オリオル・ロメオを除いたビジャ、ガビ、デブール、シュテーゲン、この4名ですね、合計10名です。この10名で見ていきましょう。ってことで早速第10位に行きます。第10位は、シャビ、ロナウジーニョガチャから組んでです、ジュール組んでですね、第10位です。決して悪い選手ではありませんが、以前もね当たりランキングの時に解説をさせていただいた通り、ライトサイドバックできるとはいえ性能的にサイドバックがめちゃめちゃ合ってるわけではないです。ただシンプルにセンターバックで置くのであれば何の問題もないぐらい強力ですし魅力的ですが、やっぱり1万4000ということを考えて特徴3つっていうことも踏まえるとなかなか順位は上げづらいのが正直なところかな。まあ、もちろんクリステンセンとかよりは圧倒的にねいいと思いますし、いくらパスカットの切り札あるとはいえねクリステンセンはどうしてもやはり優先度低いと思いますが、あとはマルコス・アロンソとかかな、ここら辺よりは、個人的には組んでいいかなと思いますが、まあ、やはりなかなかね今回の中では評価をしにくい選手かなと思っております。第10位は組んでですね。さあそうしたらですね第9位に行きましょう。ちょっとここは意見が分かれるかもしれませんが、私第9位今回ダビド・ビジャです。すっごく優秀な万能なセンターフォワードジョーカーですけれど、なかなか今回のビジャを当たりとして取り扱うのはむずいかな。総合値も1万4000なんでめっちゃ強いわけじゃないんですよね。いや超強いんだよ、超優秀なんですけど、それなら私この後第8位でレバンドフスキーを上げますが、レバンドフスキーの方がフルで使える分いいかな、万能なのでいいかな。もちろんもうすでに優秀なねサイドのセンターフォワードがいるんだったら当然ジョーカーの方が優先度高くなりますが、まずチームを作るってことを考えるとジョーカーは当然強いですけど、1万5000級のジョーカーとかではない限りは通常の1万4000センターフォワード特徴4つのロベルト・レバンドフスキー、彼の方が評価としては私は上だと思います。ってことで第9位がビジャ、第8位が今の流れで紹介させていただいたようにロベルト・レバンドフスキーです。さあそしたらですね第7位に行くんですが、ここら辺からはもうかなり混戦になってきますね。いい選手しか残ってないです。古いバージョンではシャビと2人のロナウジーノとバルデ、この4人ですよね、この4人が残っていて、新しいバージョンではデブール、テアシュテゲン、ガビ、この3人、もうこの7人ですから誰が来ても強いんですけど、あえてここで第7位、私の個人的なところで皆さんに怒られるのを重々承知でいきます。デブールです。悪くないよ、悪くないけどめっちゃ良くもないよね。ディフェンスキーマンがすごくいいのは認めますが、タッ
ックルじゃないんだよな。タックルじゃない。これでタックル特大アップ、タックル発動率大アップとかだったらデブール本当にトップオブトップでしたけど、マークだったら、マークが悪いとは言わないですけど、ボールを直接奪うことに直結しない以上を、私はタックルが上がってほしかった。特にサイドバックの選手ってタックルが低い選手も多いので、それをディフェンスキーマン特徴で補ってサイドバックのタックルを底上げしてボール奪えるサイドバックにするとかだったらめちゃいいんですけど、そうやって考えるとデブール悪くはないですが、残りの7人の中で見た時に果たして他の選手よりも欲しいかと言われるとそうでもないです。代わりがいると思う。特にサイドアタックのディフェンスキーマンって今までもすでに2人出ているので、まあ、そこもあるかな。キーマン特徴全く持っていないんだったら、サイドアタックのねディフェンスキーマン特徴全く持ってないんだったらデブールもうちょっと評価上ですが、もう例えばすでに持っているとかっていうのがあるんだったら、個人的にはデブール7位かな。特に他の選手たちも今回他の6位以上もすごく優秀なので、今回この扱いです。一枠フリーキックで埋めちゃってるのも私個人的には、まあ、1個マイナス点だったかな。タックルとマーク一つ一つつけてもいいですけど、できればタックル2個はつけたいので、まあ、そうやって考えるとスキルもどうしようかなって話になるかな。うん、っていうところでデブールが7位です。デブール好きな方皆さん申し訳ないです。お次6位、マルク・アンドレア・テアシュテーゲンですね。素晴らしい性能だと思います。14,500ですが、実質ゴールキーパーなので15,000級ですね。まあ、シンプルな性能でいくと当然デブールよりも低いですが、私個人的にはめちゃめちゃいいと思います。デブールに関しては、まあデブールよりもいい選手いるんじゃないとまでは言わないですけど、まあ別になんていうのかな、検討の余地があると思います。個人的にはね、もちろんデブールが最強ですけど、15,000のセンターバックサイドアタックは初めてですからね。ただやっぱりまあまあって感じですが、テアシュテーゲンに関しては間違いなく現状のゴールキーパーで最高です。最高。特に限界突破が以前のバージョンを持っていればしやすいっていうところもあります。ちょっとデブール、テアシュテーゲンに関してはディフェンスキーマンとゴールキーパーどっちをチームに迎え入れたいかっていうところで変わってくるかなと思います。例えばゴールキーパー強いのいるけどいいセンターバックがいないならデブルの方が評価高くなりますし、いいセンターバックいるけどいいゴールキーパーいないんだったらテアシュテーゲンの方が評価高いですし、この7、6に関してはちょっと入れ替わると思っておいていただけたらなと思います。ただ私の評価ではデブル7、6止まりかな。ていうか、まあちょっと上があとは強すぎますね。そしたらあとはお次ロナウジーニョさんですね。フリースキル版じゃない方のロナウジーニョです。これは以前も解説しましたが、もう強えわ、こんなん強いに決まってる。めちゃめちゃ強いですね。めちゃめちゃに強い。すごく優秀な選手です。何回か対戦しましたけど、マジで止められないですね。化け物。ドリブル SS、シュート SS。現実史でドリブル特大アップ。攻撃の攻守でドリブル大アップとオフェンス能力特大アップ。スキル発動しなくても、尊重そこらの選手よりもドリブル能力高いですね。スキル発動しなくてもタックルかわせるのは化け物すぎます。で、一番大切な、得点に直結するシュートが上昇するキーマン特徴を持っているので、私がさっきデブールに言ったタックルじゃないんですよねっていうところがロナウジーニョはちゃんとシュートで持ってきてる。これがパスとかだったらロナウジーニョまあまあだねって感じですけど、シュート特大アップですからね、間違いなく超強い、まあ、文句なしでしょう。第5位はロナウジーニョです。第4位バルデですね。第4位はバルデです。エリアがすげー優秀です。ミドフィルダーエリアではパワー特大パス合体、ディフェンスエリアではパスカットスピード特大アップです。これ見てわかる通り、アレハンドロ・バルデのエリア特徴のディフェンスエリアのパスカットスピード特大アップってデブールのキーマン特徴と比べてパスカットとマークでほぼ同じで、しかもスピードも上がるって考えたらワンチャンバルデの、エリア特徴の方が強いんじゃないか説まであるんですよね。もちろんバルセロナの選手っていう固定にはなってしまいますが、まあ、これはすごく優秀だなと思いますね。でメインスキルもそうですけど、チェーンのトラップ持ってるのもすげえいいと思います。文句なしでバルデは私はこの順位ですね。デブールが悪いわけじゃないですよ。ただデブール以上の選手、まあデブール以上の選手、デブールテアと一つのグレードとしたときに、それ以上ってやっぱロナウジーニョとかシャビとかバルデとかしかもいないので、まあこういう中身かなと思います。でバルデが4位ということは、当然第3位はガビですね。ガビがなんでこの順位なのって思う人いるかもしれませんが、これはシャビのおかげですね。シャビがいないならガビの評価はもうちょっと下げてもいいかもしれませんが、シャビと組み合わせて使う OMF としては
まあこの選手の代わりはいないんじゃないかなと思います。シャビ使うんだったらガビ使わなきゃいけないよね。だったらよりペドリが良かったんですけど、ガビすごいですね。チーム戦術サイドアタックの時に編成時に範囲内にいる得意戦術サイドアタックの選手のパスダイアップ、トラップチューアップ、パス意識をチューアップします。このパス意識チューアップっていうのがめちゃめちゃ強くて、チェーントラップがあって、このチェーントラップの先でショートパススキルをつけるのであればパス意識が上がるってめちゃめちゃいいんだよね。結果チェーントラップってその後にショートパスを選択しなきゃいけないんですよ。プレーとしてドリブルしようとしたりとかシュート打とうとしたらチェーンスキルのこのチェーン効果ってなくて、その時にパス意識を上げられるっていうのはマジで相性がいいと思います。で能力的にもシュートパスダイアップ、オフェンス能力トラップキープダイアップと万能ですし、メインスキルが情熱のマエストロっていうか、まあ、チェーントラップなのもまあ強い、本当に強力だと思います。シャビと組み合わせたら極悪ですね。で、ここの先で第2位で出てくるのが当然シャビですが、まあシャビに関してはね今までも散々言ってきてるのでもうよくわかってると思いますけれども、まあティキテカの体現者ですよね。受け手がトラップスキル持ってる場合は必ず発動すると、要するにシャビがティキテカの体現者でガビにパスを出した場合必ずチェーントラップが発動して、ガビのコンボ効果でパスの意識が高まってるのでショートパスが出やすくなり、変な話そのショートパスでシャビにパスを出してシャビにチェーントラップをつけておいたら、シャビガビシャビのパスラインをするだけでまあ地獄が起きちゃうわけですよね。こんな恐ろしいことはないと思います。素晴らしすぎる。パス SSA まあまあ怖いね、まあ怖い。ただガビもすごいですけど、やはりシャビがいないと成り立たないので、その戦術はシャビの方が順位は上です。で1位がフリースキルロナウジーニョに関してはもう皆さんも違和感ないんじゃないかなと思います。やっぱねこの話してくるとデブール入れるところがないんよ。ロナウジーノよりデブールが上はないし、シャビとガビのコンボが凶悪すぎるので、まあ、デブールがこの上位になかなか食い込めないんじゃないかなと思うわけですよ。私のフレンドの方でロナウジーノのこの枠のところにねレジアスつけてる方がいましたが、まあ化け物でしたね。めちゃめちゃに強いよ本当に。ザ・ピッチウィザードでぶち抜かれてからのレジアスも驚異的ですね。このフリースキルは本当にちょっと強すぎると思います。やばいねこれは、本当にやばい。もう本当に強いですね、本当に強い。私のフレンドの方はチェーンスキルのザ・ピッチウィザードを生かすためにロングシュートとレジアスシュート、通常のシュートですねを組み合わせて、あともう一つはおそらくシャビのためにプリズマティックトラップをつけてましたが、まあまあまあもう本当に恐ろしいチームになってました。まあ、この恐ろしいチームにガビが加わるってことを考えるとまあ驚異的ですね。はい、ということでちょっと今回はね2つのガチャの当たりランキングを解説させていただいたんですが、もちろんね皆さんのねデブールと主提言に関して、まあ主提言はこれぐらいですけど、デブールもなんか弱いとかでもいいんじゃないのって人もいるかもしれませんが、本当に違いを生み出せる選手っていうのがシャビである以上、相方のガビはめちゃめちゃ大切ですし、ロナウジーニョもねもうちょっと格が違うことを考えると、デブールなかなかっていうところかなと思います。逆にデブールってこういう理由でもっと順位上ですよみたいなのがあれば、ぜひコメント欄でシェアしていただけたらね、他の初心者の方々への参考にもなると思いますので、していただければ幸いです。ということで私は結論として引くのであれば、間違いなくシャビロナウジーニョをおすすめします。ロナウジーニョが引けてシャビも引けます。シャビロナウジーニョ持ってるんだったら初めてガビを検討しますが、そうじゃないんだったらシャビロナウジーニョがいないと始まらないですね。素晴らしい2人です。ぜひね 5.5 周年検討してる方はシャビロナウジーニョガチャ引いてみてはいかがでしょうか。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております豆腐でした。バイバイ。